今年はまあ僕の中で2回目なんですけど、やっと去年よりもすごいきついなという印象があって、本当にスケーティングの時間とかが本当に去年よりも自分は上手くなってるって思ってたんですけど、全然なんて言うんだろう、それでも全然きつくて、本当に練習のとかトレーニングの量もすごいですし、そこはやっぱりジュニア合宿だなという感じはしました。今までそのあんまり意識してこなかったとようなところを意識しろってすごい言われたので、まあ、すごい勉強にはなるんですけど、まあ、本当にすごい体のあちこちがきついです。このお尻の部分なんですけど、ここすごいフリーレッグが僕多分今までなんだろう、上げるっていうのを上げてるつもりだったんですけど、全然上がってなくて、もっともっともっと意識してって言われて、まあ、本当にそこがすごいきついんですけど、でもやっぱそういうのを使えてくるともっと動きとか身のこなしが綺麗になってくると思うので、まあ、頑張りたいと思います。今日言われたやつなんですけど、やっぱりショートの時にフラメンコの振り付けでこうやって回ってからそのポーズ取るところがあるんですけど、そこを最後までここで待ってからこうって言われて、それが確かにすごい、僕は今全然できてないんですけど、確かにすごい高橋先生かっこいいなという感じがしたので、そこがすごい自分の中では印象に残ってます。そうですね、去年はジュニアグランプリファイナルや世界ジュニアっていうのは補欠で行けなかったので、まあそう少し悔いの残る大会が去年はたくさんあったので、今年はそういう大会を少しでもないように事前の準備というか努力をたくさんしていって、まあ自分が納得できる大会を少しでも去年よりもたくさん多くできるように頑張りたいと思います。やっぱりリオとかタイガーとかみんな4回転飛んでるのを見ると、自分が飛べてないのがなんかすごい悔しくなってくるので、早く飛びたいなって思いますし、まあでもすごいリオとかあとまあ俊介くんとかの4回転等とかを見て勉強になることも多いので、そこはすごく自分にとってプラスになってます。10日ほど前に右のお尻を骨挫傷してしまって、今はジャンプはやってないんですけど、その代わりスケーティングだったりで、まあその合宿までだったらもう1時間ずっとスピンやったりとか、そういうジャンプ以外の面を今回はすごく頑張っています。いや、まずなんか合宿が高橋大輔先生って書いてて、よしってなんか本当に思ってだからもう本当に寛大の小さい時からもうずっと憧れの存在 でいつか教えてほしい、教えてもらいたいとか思ってて、やっと教えてもらえるってだって、昨日がコレをちょっと変えてもらって、前だったらインサイドアクセルのところをラウンジしてしゃがんでくるくるってな飛ぶところをちょっと振り付けしていただいて、なんかそれをいとも簡単にやっちゃうんで、うわやっぱりさすがだなって思って、いやもっと上手くなりたいって思いました。サインはもらってないですか？あ、もうサインはまだ到底もらえませんもん。はい、ショートは、去年と一緒のカルーソで吉野康平先生 でテーマが愛しい君へで、フリーが、イジョルニ、曲名がイジョルニで、振付師がステファン・ランビエル先生で、音色と人生っていうテーマです。今回のプログラムはもともと灰色の世界で、そこにどんどん色をつけていく、いろんな色をつけていって、最終的にはその観客お客さんとか全員がなんか虹色になれるようにみたいな感じで、で前半は優しいプログラムなんで、曲調がちょっと優しいんで、まあ、ちょっとその手先だったりとかも気をつけながら、最近カラーをイメージしてて、水色と黄緑を前半はイメージしています。で後半は曲がバッて変わるところからは、なんか人生ちょっとしたことで崩れていくとかをイメージしていて、で赤と黒をイメージしています。で今年は本当にジュニア最後の年なんで、笑えて終われるように、全ての大会で表彰台に乗れるよう頑張りたいと思います。去年もスイス合宿に行かさせていただいて、本当だったら春のスプリングキャンプがあるっていうのは前から知っていて、でその今回スポンサーの OB カープさんが資金をくださって、で、まあ、行かせていただいて、で、まあ、そういうきっかけで去年はアクセルとかのために行った合宿なんですけど、今年は振り付けだったりとか表現力、スケーティングのために行った合宿で行きました。
他に一緒に行かれた方っていうのはどなたかな？は、今年はもう僕一人 で去年だったら母と一緒に行きました。どのように過ごされたんですか？何週間ぐらい？結局40何日間かいて、もう本当に母のありがたさを感じましたね。練習疲れてうわーっていつもやってるのにご飯作らないといけないとか、まあ、洗濯もしないといけないってなったんで、本当に普段からも母に感謝しないといけないと思いました。全部自炊で生活だったんですか？はほぼ自炊ですね。昼だけスーパーで買うんですけど、その炊飯器の鍋のやつでパスタを向こうで買ってそれを入れてトマトでやったりとかをしてました。そうですね、やっぱ自分のレベルアップができる合宿かなと思ってます。今シーズンもすでに2試合出ていって、はい、この合宿ですけれども、はい、実際に試合でやってみて、この合宿でこういうところ直したいとか、そんなそういうポイントとかあったりするんですか？やっぱプログラムがなんか僕はなんかフリーレッグがなんか伸びてないって言われたので、まあ、そこを重点的にっていうのと、プログラム全体をもっとより良いものにできるように頑張りたいと思ってます。そうですね、やっぱ高橋大輔さんの演のレッスンでなんかフリーレッグの使い方などスケーティングがやっぱりすごく上手ですので、そこが参考になってるかなと思ってます。姿勢が悪いので姿勢よく滑ると、まあ、姿勢が悪いから姿勢よく滑りなさいみたいな感じで言われたと思います。この夏一番頑張ってるのはやっぱりジャンプの安定感を出すことですね。なんかどういう練習でそれは上達してきたか？なんか何本連続降りるまでなんか次のジャンプ行かないみたいな感じですか？そうですね、やっぱり1年に一度こうやってみんなで集まって合宿するっていうのはすごい自分も楽しみで、今回もこの合宿に参加することができてすごく嬉しいですし、そのライバルの選手と刺激し合ってこうやって練習できてることはすごいいい環境なのかなっていうふうに思います。そうですね、スケーティングを高橋大輔選手さんに教えてもらってるんですけど、そのフリーレッグの使い方だったり自分が今まで使ってなかった筋肉だったりをすごい刺激してスケーティングをするので、そこが一番経験というか学んだとこかなっていうふうに思います。でもなんですけれども、昨シーズン、今シーズンのコンディションの方は今も影響なしって感じですか？はい、バッチリ大丈夫です。去年はすごい悔しい思いをして、その出たかった試合にも出れないことが多かったので、今シーズンはたくさんの試合に出れるように、そして世界ジュニアにまたも出れるようにしたいです。そうですね、ショートはシルブールなので、最初の振りはその現場を想像してて、その行ってほしくない相手が戦争で行ってしまうところを表現して、その後はずっと思い出話をしてるような感じ、思い出を思い返してる感じで滑りたくて、でフリーがシンデレラで王道なんですけど、まあ、その実写版のような恋の物語をしっかりお客さんにお見せできるように工夫していきたいなっていうふうに思います。そうですね、今年はカナダに行って振り付けをしてもらって、まあ、そこでは、まあ、アミちゃんにはその品のあるような上品なスケートをこれからしてほしいっていうふうに言われたので、それがしっかり演技に出るように頑張りたいです。三原舞依選手がすごい滑ってたのがすごい印象深くて、それと小さい頃にバッチテストとかエキシビジョン用にシンデレラを滑ってて、でも試合でやったことがなかったので、今回試合でできることがすごい嬉しいです。